ご視聴ありがとうございます。トロピー大塚です。というわけで、初心者講座第4回は、デッキ構築のコツということでやっていきたいと思います。まあ、内容としてはね、最近マジックのルールを覚えたとか、あとはマジックアリーナでチュートリアルだけやってみたよっていう方、それぐらいのですね、初心者の方に対する、内容になりますので、あらかじめご了承ください。というわけで、まあ、最初にマジックを遊んだ時はですね、おそらくあらかじめ構築済みのデッキを使うかなと思います。だんだん遊んでいくうちですね、まあ、お気に入りの色だったりとか、あとは使いたいカードがね、どんどん出てくるもので、ただですね、デッキ構築ってちょっと難しくてですね、がむしゃらに作ってみてもね、まあ土地が来なかったりとか、まああと土地が来すぎたりとかですね、まあ、ちょっとちぐはぐになってしまったりとか、なかなかね、うまくいかないことも多いと思います。というわけで今回は、すぐにできる、自分だけのオリジナルデッキを作るコツについて、ご紹介していきたいと思います。というわけで、まず一つ目は、カードを選ぶということですね。まあこれは簡単ですね。まあ、まず自分の使いたいカードを決めるっていうことが、まあ、まず最初ここから始めてみるといいんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりね、お気に入りのカードで勝ちたいですよね。例えばですね、まあ、犬が大好きだから群れを導くものを使いたいとかですね、かっこよくて強い精霊竜銀を使いたいとか、まあ、最初はね、もうそんな感じでいいと思います。選んだカードを決めたらその2です。戦略を決めるということです。まあね、その選んだカードが、じゃあ実際ね、どんな戦略でね、輝くのかっていうのをね、考えてみましょう。基本的にマジックは大きく分けて3つの戦略が存在します。まず1つ目はビートダウン。クリーチャーを主体としたデッキで、戦闘によって相手のライフをゼロにすることを目的にするデッキです。まあ、いわゆるですね、攻めの戦略を持ったデッキがビートダウンです。2つ目はコントロール。こちらですね、ビートダウンとは対照的にですね、守りの戦略を持っています。例えば、相手のクリーチャーを破壊したりとか、相手の呪文を打ち消したりとか、とにかく妨害を駆使して、ゲーム全体をね、掌握するっていうのが、コントロールの戦略です。そして最後、3つ目はですね、コンボです。コンボは、特定のカードを組み合わせることによって勝利を目指します。マジックのカードにはですね、組み合わせると、爆発的な力を発揮するものがいくつかあります。それらをね、駆使して勝つ、いわばね、ちょっとトリッキーな戦術を持っているのが、このコンボっていうね、戦略になります。というわけで、この3つがですね、マジックに存在する、大まかな戦略です。細かく分ければね、本当はもっとあるんですけども、まあ、とりあえずそれはね、まあ、また別の機会に話したいと思います。まあ、とりあえずはですね、どれか1つ柱となる戦略を持っておくことが大事です。例えば、群れを導くものなら、他の犬を強化しますし、あとは戦闘に役立つ効果を持っていますので、まあ、ビートダウン戦略がこの中では合ってるんじゃないかなと思います。次はその選んだカードをもとに相性のいいカードを探してみましょう。群れを導くものは犬をね、強化するので、無視の救助犬や雷光の猟犬のように、犬のクリーチャータイプを持つカードをたくさんね、デッキに入れて並べたいですよね。しかしですね、空の粉砕のようなカードはこういったデッキには相性が悪いです。すべてのクリーチャーを破壊するという効果ですが、こちらの戦術はビートダウン。空の粉砕はせっかく並べた自分のクリーチャーたちを全部破壊してしまいます。でも相手にどうしようもないクリーチャーが出てきたらどうするんだと思うかもしれません。そうした場合にはですね、まあ、自分のクリーチャーには影響の少ない除去ですね。まあ、少しだけ入れましょう。まあ、例えば、払拭の光といったカードですね。ただし、こういう除去をね、たくさん入れすぎると、今度はね、クリーチャーの数が足りなくなってですね、たくさん並べることができなくなってしまうので、まあ、軸とした戦略が弱くなってしまうという面を持ちますので、注意してください。では、これらをね、実際のデッキに落とし込んでいきます。基本的にですね、デッキを作るときは、ルールで決めた最低枚数の60枚ぴったりにしておく方がいいです。これどうしようかっていうとですね、デッキで一番強いカードを引く確率が、枚数が多いと下がってしまうからなんですね。例えば200枚の時と60枚の時で、デッキに入っている4枚のカード引きたいってなった時に、まあ、60枚デッキの方が引く確率が高いじゃないですか。まあね、ヨリオを相棒にしたいとか言うなら、まあ別なんですけど、まあそれはまあ特殊な事例ということで。で、次は、年の枚数を決めましょう。大体ですね、スタンダードだったら、23枚から27枚ぐらいが適正な枚数かなと思います。デッキのですね、40% ぐらいが土地であることがいいっていうふうに言われてます。まあ、それではね、ビートダウンだったら23枚から24枚。まあ、コントロールだったら23枚からまあ28枚ぐらいがいいかなと思います。これはですね、ビートダウンの方がデッキが軽くて、コントロールはですね、比較的重いカードを採用する傾向にあるからです。重いカードをできるだけ早く唱えるには、土地をね、毎ターンセットランドしていかなきゃいけないので、その分だけね、コントロールは土地を多く採用する必要があります。最初に選択した戦略と、あとは、まあ、デッキ全体のマナーコストを見て、まあ、土地の枚数どれくらいにするかなってのを決めたらいいかなと思います。でですね、土地の枚数が大体決まったらですね、残りの30数枚ぐらいをですね、入れたいカードの中から選別して埋めていきましょう。ここで大事なのは、採用するカードのマナーコストが偏りすぎないようにすることです。まあ、ビートダウンデッキだったらですね、1から3マナ駅を中心に採用していくことになると思うんですけれども、まあ、いくら強力だからといってですね、5マナを20枚とか入れていったらですね、もう、まあ、それはですね、もう序盤に何もできないってことになりがちです。ビートダウンデッキだったらね、2マナ3マナが一番多いっていう風に感じで組んでいくのがいいかなと思います。
で、あとデッキの枚数と呪文の枚数決まったらですね、あとはですね、どんな土地をどれくらい入れるかっていうのを決めていきましょう。赤白の2色デッキだったらですね、2色出る聖なる中条ドア、まあできれば入れておきたいですね。またですね、赤いカードと白いカードがね、同じ比率で採用されていない場合にはですね、例えば赤いカードが多かったら山を多めにとか、その採用しているカードの枚数によって、基本土地の枚数、ね、どれくらい入れるかっていうのを決めていったらいいかなと思います。まあ、詳しい土地配分とか選び方っていうのはね、また機会があったら説明したいなと思います。もしね、今すぐ完璧な土地配分にしたいんだっていう方がいらっしゃいましたらですね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひね、そちらの記事をチェックしてみてください。というわけで、まあ、デッキ構築の流れと、まあ、簡単なコツっていうのをね、解説していきました。まあ、最初のうちはですね、こんな感じで大まかに組んでみて、やってみるのがいいかなと思います。あとはですね、実際に対戦したり、あとは一人回しして、まあ、動きが悪いなって思った部分をね、逐一調整していけば、いいデッキになっていくかなと思います。まあ、デッキ構築については本当に奥が深いんで、まあ、これだけではなくですね、もっと突っ込んだ部分まで説明した動画をですね、いずれ出したいなと思ってます。まあ、皆さんもね、初心者の時にこういうところでつまずいたよとかね、今こういうところで悩んでるよっていうのがありましたら、ぜひコメントで教えてください。もしかしたらね、まあ、次の初心者講座テーマになるかもしれません。また、このチャンネルを運営しているハレルヤは、全国各地に11店舗を展開する日本最大のマジック専門店です。どこよりもお手軽にカードを購入できるオンラインショップは品揃え抜群。最新のデッキリストや戦略誌も豊富なので、ぜひ一度概要欄のリンクからアクセスしてみてください。というわけで、今回の動画、ためになった面白かったと思ってくれた方、ぜひね、チャンネル登録そして高評価、よろしくお願いいたします。それではまた。